で精霊を召喚する召喚術か。こっちの世界の精霊術は変わってるのね。契約の対価が歌ってことになるのかしら。実はあんまり歌は得意じゃないの。バケツ先生と特訓してるんだけど。バックの話だと私たちがいたのとは別の世界ってことだけど、マナはこっちの世界にもあるのね。バックたち精霊はマナがないと活動できないから。でもそのおかげでここが別の世界って言われても実感できないのかも。ちゃんとコッコロちゃんだけじゃなくて、ランドソルにはエルフが多いのね。ルグニカだとエルフは街には出てこないから。そうなんだ。機会があったら行ってみたいな。もちろんサレンさんやコッコロちゃんも一緒にね。そうそう、もうラムとレムの区別はしっかりつくようになった。よかった。最近はレムも漢字が変わったから分かりやすくなってるのかも。スバルのおかげだと思うんだけど。今の話あの子たちには内緒にね。とコッコロちゃんだけじゃなくてランド、確かに他の種族に比べたら多くはないけど結構見かけるわよ。私が気にしてるせいもあると思うけど。サレンさんと、ランドソルって私にとって奇跡みたいな国。その中でもあなたたちに会えて本当に良かった。